アンナドロテアテルブッシュ、アンナドロテアサーバッシュ、結婚前の名前、アンナドロテアリシエフスカ、1721年7月23日から1782年11月9日は、ドイツの画家である、プロイセン国王、フリードリヒ2世の宮廷画家などを務めた、ベルリンで生まれた、父親のゲオルク・レススキーは、現在のウクライナの嬉しく生まれの画家で、プロイセン王、 フリードリ・ヒビル・ヘルム一世の宮廷画家を務めた人物である。姉のアンナロジーナと弟のクリストフと共に父親から絵を学んだ。プロイセンの宮廷画家、アントワーヌ・ペーヌからも学んだと考えられる。1742年にベルリンの旅館のオーナーと結婚し、7人の子供を産み、子供たちを育てた間、夜だけに絵を描いて、技術を維持した。百六十一年に、 シュトットガルトのビュルテンベルク公カール・オイゲンの宮廷画家に認じられ、宮殿に装飾画を描いたが、後に宮殿の火事で失われた。1762年に新たに設立された、シュトットガルトの芸術アカデミーの会員に選ばれた。1764年には、プファルツ選定公カール・デオドールの宮廷画家として、マンハイムで働いた。1765年にパリに移り、 王立絵画彫刻アカデミーで作品を展示し、美術評論家、ドゥニディドロラと交流し、1767年に王立アカデミーの会員に選ばれたが、経済的にパリでは成功することができず、1768年か1769年には、ブルッセルやオランダを旅して、ベルリンに戻った。ベルリンでは、プロイセン国王、フリードリヒ2世の筆頭宮廷画家に任じられ、 算数子宮殿の装飾画を描いた61歳でベルリンで死去したありがとうございます。